週はセールの佐山翔子さんをゲストにお迎えしてお送りしています。さて翔子さん、はい、来てますね、ニューシングルの初恋。今週は総合ランキングなんと3位ですよ。ありがとうございます。翔子さんにとってはセールに参加して初のシングルになるわけですけど、はい、どうでした？レコーディングの方は。いやもうどうもこうももう、もう右も左も分かんなくて大騒ぎでしたよ。マイク殴っちゃったり。え？頭にきて？そうそう。あ、いや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 、もう気持ちよくもアクション付きで歌っててね、ガツンって感じで。歌うとき前のボーカルの吉永信枝さんは意識しました？あ、いや意識してたら負けちゃうんで、うん、しませんでした、うん、私は私なりにやろうと思って、うんうん、この初恋って曲はもともとは村下幸三さんの曲ですよね。ええ、20年くらい前にヒットした曲で、私生まれる前なんて知らなかったんですけど、うん、でも聴いたらめちゃくちゃ感動しちゃって、歌詞がいいんですよね。陸上部の女の子を好きになった男の子の話ですよね、うん、彼女が走る姿を遠くから見てるけど好きって言えないっていう。そうそう。翔子さんはこういう恋ってしたことあります？思いが届かないくて、うん、切ないよっていうような恋。まあどうでしたかね、もう古い話なんで忘れちゃいました。古いってまだ18でしょうが。10代は昨日のことがもう昔なんです。なんじゃそりゃ。さ、それじゃあここで曲いきましょうか。はい、じゃあ聴いてください。セールで初恋。Say you